Welcome back to Let's Play Final Fantasy 4。 よし、じゃあ新しい旅に。じゃあ、それぐらい。まあ、買い物でしない。乗る。大きな旅だね。今日はちょっといろいろもうひどい目だったからな。もうちょっとね、感情つかない。お、ナルシア目と鼻の先でございます。お、これでも合流してるじゃん、どんどん。川柳が揃ってきたな。兄貴たちは無事についてるだろうか。兄貴たちじゃない、あ、まだあれか、まだやってないんだよね。心配なさるな。ガウ、あ、そっか、ガウも仲間だったんだよな。お、あ、ここであれか。あ、そうだったの。じゃあもうちょっと前回やってもよかったかもしれないね。まあいいや。まあええわ。なるほどね。じゃあ俺は、なんでバナンが。バナンは後ろだろう、後ろっつうか。じゃあ次の話しかけよう。押す。帝国のマナテから逃れるべく、丘陵の中をナルシアに向かうかな。エードが、そしてティナ。ナルシアまだと少し。あ、そっか、まだたどり着いた。たどり着いたのかと思った。あ、まだここだったもんね、そういえばな。あ、なるほどね。おぉ、いきなり敵か。そうね。ああ、マジか。まあ結構、まあ、かなりお疲れ者なんだけど、まあ俺もちょっと、続きはもうちょっと、続きはちょっと気になって仕方がねえから、俺もちょっとやり始めた。うわぁ、やってくれたな。あれやってくれたな。ちょっとあれだべ。やろう。あれだ、目薬だ、目薬だ。まずや、あれだよ。自転車がぶっ壊れたから、ぶっ壊れたから、チェーンが外れたけど、それの直し方がわかんねえからさ、直し方がわかんねえから、ちょっとね、でももう雪がもう、雪がめちゃくちゃ降ったんだ。でもその中でもあれ、20分以上あるからいいねっていう、その雪の中をね、20分、自転車を引きずれて歩かなきゃいけないっていうのが、もう取り繕わない気があって、まずそこで、あらんで、英語のテストみたいなの受けたんだけど、あのね、全く関係ないんだけどね。なんか英語のテストみたいなの受けたんだけど、なんだろう、学校の、なるほど、現地の学校に来たみたいな、なんであれなんだよ。4.5 ポイントのなんかね、スコアが必要なんだよ。マキシマムスコアがいくつか分かるけど、5.5 ぐらいだったから、5.5 か 5.5 で、5なんだけど。で、4.5 が最低したんだよ。俺 4.4 だったよ。そのなんか テストの結果が、マジ俺はもうショックだった。もうショックの鼻血が出ちゃったから。もうあれだ、もうあれだ。雪の上でもうスプラッタで、ね、血巻き散らかしまくったから、もうあれだ、それでもうね、もう自転車と一緒に泣きまくってよ。で、それその自転車屋に行ってもらって、自転車直してもらって、その後ヘッドセット、今ちょっと使ってるヘッドセットがもうぶっ壊れ、ちげえ、前使ったやつぶっ壊れちゃったからよ。もう完全にもうぶっ飛げれちまったから、もうそれだなんて。残念なことにもう、残念なことによ。もうそれで俺はもう今何をやってんだ、もう何をわけのもやってんだ、俺はもうわかんない。日本語能力はもう、日本語能力はもう危うくなってきたから、もうダメだもん。もうこのエピソードずっと黙ってるわけないから、いやもう、それはいかないな、あれだな、やっぱあれだからな。ストレス解消になるからな。喋ることがな。よし、じゃあ、ナルセに行こう。ナルセに行くぜ。ぶっ壊れたジネス。あ、もう着いたじゃん。あれ？あれ？このあっさり行くもんな。オープン動き早いね。バナー、お前なんか装備してねえの？お前、装備してないか。そう、俺、ふと思ったけどさ、この人後ろにしてなかったよね。だってこの人別に特に何もして、まあ、いろいろやってくれたけどさ。あれ？なんか、変じゃね？あ、違うか。あれ、4人パーティーだっけ？あ、そう、今、俺、若者話してたのか。あ、そっか、6は4人パーティーか。なんか俺も、4と完全勘違いしたな。ここ何個だったっけ？なんか音楽変わってね？なんかクリスタル、ウェインテーマの音楽になってるね。謎だ。とりあえず謎だ。どこに行けばいいんだ？こっちか？おぉ。帝国衛星。でも大丈夫でしょ？バナンがいるから。待ってください。おぉ。出ていけ、サマナイト。バナンだよ、バナン。あ、嘘。何してくれてんだ。それ、エドが甘いんじゃん。まあ、待てよ、私は日が、嘘つけど、なんだこいつら。うわ、ひどいな。そんだけあるから警戒っつうからな。男、これだから好きな。危険持たないって感じだな。ごめんなさい、私のせいで。そんな謝る必要ないんじゃないか。だろ？え、どうするん？サマナイト。うわ。え、ひどいね。え、どうするんじゃ、これから。ナルシに来たで。挑戦者。誰か、ちょっと助けてくんね。お前らのその力をなんか結集させてよ。頼むぜ。おーい。どういうことだ、これは。え、一旦出たもんよ。フィガローは？じゃ、フィ、いや、戻ってもしょうがないか。一旦出てみるか。なんもない？抜け道とかあった。抜け道とかは。なんかない？どっかにさ。初心者の方絶対ないでしょ、だって。あ、ここは？あ、なんかすげえ怪しいでしょ、ここ。お、どっかにいた。あー！
はい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 。そうね。あったな。どっかに消えてみる。消えている。多分この出っ張りをひねれば。これでいけるのか。なるほどね。じゃあこれで、あ、スイッチあるね。あれか。敵は同じだね。バラン、これ引いたらどう？何も離れない。てるってってるん、れれれれん。ああ。これ、ああ、ごめん。窓はま、あ、道が分かれてるね。ちょっと、こっちの方ってか。こっちは、あ、通れないね。動けん、動けんったらなんか乗れない。屋根に乗れない。じゃあこっちから行くってことか。こっち来たことないよね。初めて来たんじゃね、ここ。だよな。すごいな。機械が回ってる。機械って言うのは車輪水車なんて言ったっけな、ああいうの車輪みたいな。あ、ここモーグリのとこじゃん。あのフォーメーション B じゃん。なになになに、これ何、これ、あ、そのルートで行けってことか。そういうことか。そういうことだね。はいはい。あ、早くして、忘れるからちょっと早くしてくれ。そのままですが、何しろガードレスでやつでもらえるか。テストされる場所もあったけどな。確か。この光の跡を追っていけば無事に取れつけます。もし間違えたときは光に囲まれる。赤い光を選ぶ。赤い光みたい。え、でもこうでしょ。こう行って、こうで、こうで、こう、こう。え、なんか間違えたらなんかアイテムが没収されるみたいな。あ、え、え、ほい、ほ、ほ、間違えた。ダークサイド。ダークサイドなんだこれ、ダークサイドって。マジ。あ、やっぱなんかちょっと低い、声が低くなった。あれだよね、なんか反対側からこういう人もいな。今のこのままティナからこういう人もあれだね、強くなると思うんだよね。そうだよね、きっとな。だと思うんだけど。で、166じゃん。で、これは ?500。ちょっと上がってくるよ。あ、ペッペレーン。もう忘れたんだけど。お前たちが変な会話してっからや。こうだべ。で、下がる、上上がる。あ、そこか。なるほどね。最後のところでミスっちゃったな。なるほどね、じゃあこうだね。はい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 。なるほどね、こうだな。よし、ちょっと今一瞬なんか分からなくなってた。はい、でてれーん、敵出るね。こっちかな、こっち来たこと。あ、違う、ここがあれだ、ここがあのモーグルの場所で、なんかそう似てるな、なんか。あれ、なんか分かんなくちゃうな、地形が。おお、おいめっちゃいる。めちゃくちゃいるぞ。お前あれか、モグシン、モグシン、ツモモグだかなんか、もうあんな一体なんか、こう、一人だけなんか違うぜ。何何、え、なんだこいつ。こいつ、モグリじゃねえだろ、こいつ絶対。こいつなんかバゲットじゃねえ、なんか。なんかこう、いいね、このモグリのテーマ曲よ。なんか下怪しい。下が席怪しいぞ、そこ。なんかあそこ怪しいな、なんだあれ。え、絶対なんか、あ、こっちから行けんのか。あ、なるほどね。ここから行けんのか。なんか、ルーンベルト。行けんのか。どこ流ってんの、あれ、あ、変わんない。あ、でも、あ、そうだ、他のやつが上がるんだね。ちょこっと。あ、下がってんのか、あれ。こんなのが怪しいな、こう。あ、油断できねえからな。どこに何があるか本当わかんない。なんか、思いもよらぬ場所にありそうだもんな。って、俺はこっちで合ってるのかい。あれ、あそこだから、ここ取ったね。こっちを。なんかデジャブな気がするな。俺の気のせいかな、なんか。いや、気のせいだな。気のせい。で、ここ通れば。こんにちは。はいはい。まだ一周してしまったよ。謎な感じだよ。まあ、いいよ、もう一周するから。よし。明日からまた仕事が始まるから、俺は今のうちにね、この楽しみ。俺はずっとファイナルファンタジーやりたいのになってことら言ったよ。おー、セーブボーイ懐かしいね。あそこでパート1のセーブをしてすごい終わりにしたところだな。そう、懐かしい場所だ。ここまで来れたじゃん。まあ、あそこ、ここであの家に入るんじゃね、これどこだっけ、ここ。あれだね、エリクサで。あのおっさんがいねえ、ぞ。おー、いた。バナー様、ヘドガ様。それにティナが。てなか、ジュン、この人名前あったっけ最初。ジュン、ナルセの様子はどうじゃ。シュン、あ、シュンはあれか、カイエの息子さんか。ここは帝国からもリーダーからも独立してますし、リーダーに加わられた人もなかなか聞きません。うん、なんか強いって言ったもんね。バナンサメやフィガローが来てくれたら、となればもしかしたら、でもさっきぶっ飛ばされてしまって。
どうする？住民の様子は？炭鉱の現状を見てみんな不安がっています。その現状と何かどうにかすればいいんじゃない？てか何しに来たんだっけ。なんか、あ、そうだよね、なんか現状とちょっとなんか話して、なんかそのなんか力を借りるみたいな、そういう感じなんだっけ。自分も現状の人は知りたがっていることに変わりない。説得の仕方によってはティーナを受け入れてくれるかもしれません。現状は我々になって救世主になるのか、それとも地獄からの人の地獄からの人、あれだ、イフリートだね。また違うだ、意味が全く違うよ。サナちゃんは何してんの？結集。そして結集、お、マジで、お、やばいじゃん。え、これからちょっとやばい、やばいんじゃない、盛り上がってくんじゃないのかなり。え、全員集合じゃん。じゃえ、いつ来んの？ロックとダッツセリスとあの3人衆、あ、シャドウはもういなくなったのか。あ、違うです。ガウはいるんだな。なんでもねえが。大胆な話は分かった。しかしじゃあ、わしらに血を流すってことだ。そうはいけないんじゃね。ほら、同じことじゃん。まあね。その通り、バナナ狂っちまったな、全員。大丈夫かな。バナナ、わしらあなたに血を流すと言ってる。またなんか、名言が来るんじゃないか、この後。ガストラ帝国はさらに魔導の力を得るために動き出している。この都市で見つかった氷漬けの現状を狙ったのもそのため。このまま帝国は魔導の力をずらさせていけば、過去の過ちを繰り返すことになる。まあ大戦だね。あの世界から出尽くしたときに全然取れない。それがまた起こるんですか。もうそうなったらまるだよね。もうそんな血を流せどころじゃなくないよ。人間も知恵のある生き物じゃなかったのか。力を手に入れても使えたくなっちゃう。兄貴、お、モッシュじゃん。モッシュ来た。おお、すげえすげえすげえ。もし無事だったら伝説の三人衆来たの。権利がマッチョ三人衆が。それではガオ先輩です。あとカイエンさんです。ドマ王国戦士カイエンでございます。カイエンのなんつうの地位ってかどんぐらいなんだろう。まあでも普通に今強いからな、この人。ガウガウ。ドマ王国は帝国。本当だよな、あれひどかったよな。ケフカだって。うん、すごい長老。うん、あ、それはドーマーコアリーダーに協力していた。いやいやいや、だってあれじゃん、エドガーのとこがあってあれじゃん、それ潰されたんだって。結局その同盟っていう、まあ、まあ、上辺だけのものだったけどさ。そんなことないぞ。ほら、お、来たロック、セリス。あ、これいいんじゃない、この人いいんじゃない。だってセリスがいるから。てか、もうすぐ来ないってことで、なんか説明してくれるかもしれない。ロック、どこでその情報。このセリフ、元帝国の、あ、言っちゃダメなのか、言ってもOKか。そうだったか、どっから見たからと思ったら、ガードのどぎなさい。ちょっと、ひでえな。ちょ、マランダ。あー、まあ、帝国は憎いんだよな、カイエンにとってはな。マランダ国を滅ぼした悪名高いセレスを、この帝国の犬に、そこに倒れ、セーバーしてくれよ。待ってくれ、セイさんも帝国を出て、リターナに協力することを約束してくれたんだ。しかし、まあ、カイエンにもカイエンの事情があるよな。俺はこいつを守ると約束した。俺は一度守ると言ったものを決して見捨てたりはしない。熱いな、熱いとこだな、お前。ロック、お前まだあの時のこと、やっぱなんかあるんだね、過去に。私も抵抗を検査。そうだね、初対面だよね。帝国は悪だ、だがそこにいたもの全てが悪だ。ただレオ将軍とかだって普通にいい人だっているじゃん。セリスも普通にいそうだし、まあ、ティナも普通にいそうだ。兄貴で見せて、ここは下級兵士もいいやつだったし。大変だ、帝国が攻めてくる。マジでか。これ大丈夫かな、なんとしても氷漬けなの。また来るのか、お前ら。ケフカね、ケフさん、住民は住民の見どころにしてもらえ。やつは何したら忠実。バカ者、いいか、情けなのかきらな、魚を見逃すな、行くぞ。こいつはあれだな、もう何言っても無理だな、こいつは。いや、でも面白くなってきたな。いや、面白いってか、なんだろう。しょうがない、それはしかれない。敵の目的が現状だ。現状は足りないように映った。どうやって映ったんだ。よかったな、それを守れと。そこで死するぞ。なんかちょっとレベルさ、大丈夫かなって。なるほど、なんかもういろいろと過去もさ、さっき君をかばったのはアイドルと勘違いした。これぜひ見て。俺はストレイ軍事の話からちょっと勝手にその動かしてらっしゃる。どうして痺れるね。ちょっと待ってくれ。
してみるんで。埋まらない側に窓を使うんですよね。こんな形で再開すると。あなたは魔法で、私は少し強い。私は幼い頃、人工的に魔法の力を得た。抵抗の人造魔導士だ。でも一応、まあでも人間なんだよね。人はそうだ、できるの。からかってるのか。なんかこの二人の会話面白いの、ちょっと。ある意味似てるべ、だって。忘れるな。もう一度は信用したわけじゃないぞ。いいだろう。私が敵か見ようだ。その目で出すかも。潔いな。かっこいいな、セリス。やべ、これ鉄壁じゃん。あれ？ちょっと待って。いや、まだ。これさ、あれじゃね？あれ？変わった。あれ？変わった。あ、またか。え、ちょっと待ってくれ。とりあえず、ティナだな。なんかちょっと位置変わっちゃったけど、セーブしとこうぜ。ちょっとこっから長くなりそうなんで。じゃあ一旦ここで切るんですよ。じゃあこの時何が待っているのか。ファインダーと言います。